いやー、何が欲しいって、やっぱり清潔感が欲しいよな。夏はただですら暑いから、見た目がむさ苦しいと全然爽やかに見えないんだよな。とは言っても自分自身も爽やかっていうキャラクターじゃないから、せめて服ぐらいは清涼感があったりだとか、清潔感みたいなところが表現できたらいいんだけど、そのあたりバシッと教えてくれる人いないのかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代50代清潔感漂うイケオジ服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、夏というのはただですら暑いので、まあ、清涼感出したいなとか、爽やかさを少しでも出したいなという方結構多いんじゃないのかなと思うんですね。まあ、僕自身もですね、40代なので、まあ、ある程度ですね、清潔感というところは意識してるんですね。というのもですね、僕のベースを見ていただくとですね、ヒゲが生えていますので、清潔感とはちょっと程遠いところがあるかなと思うんですね。だからこそこの服装でですね、ある程度清潔感みたいなバランスは取るようにしてるんですね。ただこの清潔感が大事とかって言われる言葉自体がですね、だいぶこうふんわりしていて、まあ、じゃあ具体的にどうすればいいのか、このあたりが分かりづらいかなと思うんですね。まあもちろん清潔感って言ったら、服にシワがないことだとか、匂いのケアをしっかりとしてることだとか、服装がシンプルなことだとか、まあいろいろとですね、表現することはできるんですが、じゃあどの服が清潔感あふれる服なのか、このあたりも分かりづらいかなと思うので、今回は具体的にこのあたりが清潔感抜群ですよというところを皆さんにですね、しっかりとお伝えをしていきたいなと思っています。まあ、40代50代の大人世代がですね、なんか爽やかだなとか、なんか小綺麗だなと見えるような着こなしを目指せるようにですね、しっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に40代50代の大人世代向けにですね、清潔感あふれるですね、服を皆さんに具体的にご紹介をしていきたいなと思っています。まずはこちらですね、グリーンレベルで展開してます、ウォッシャブルトロジャストルーズオープンカラーシャツですね。まあこれがですね、結構清潔感が抜群に見えるアイテムかなと思います。その理由をまずはですね、お伝えをしてみたいなと思います。ファッションアイテムの中でもカジュアルな雰囲気のもと、綺麗めなもの、この2つの軸があるかなと思ってるんですが、どちらが清潔感があふれる着こなしになるかというと、やっぱり綺麗め方向なんですね。ラフになればなるほど、どうしてもですね、清潔感みたいなところが損なわれてしまうところがあるので、できればですね、こう襟のついてるシャツみたいなものを着た方が夏場でもですね、清潔感は漂いやすいんですね。スーツスタイルと部屋着をですね、比べてもらえば一発でわかるかなと思うんですが、清潔に見えるのは断然スーツスタイルかなと思います。そういったところで見てもですね、襟付きのシャツというのは夏場には持っておくと便利なアイテムかなと思います。たださすがに長袖のシャツ、僕は今着ていますけども、こういったものじゃ暑すぎるので、半袖のオープンカラーシャツですね、このあたりがあると便利かなと思います。ただですね、いろんなブランドで半袖のオープンカラーシャツやってる中で、なぜこれなのかというところなんですが、今回僕はですね、帽子はっていうですねテーマで検索をかけたんですね。まあ、清潔感っていうところを考えると、服にシワがあまり寄ってないということ、これ結構重要なんですけども、シャツってやっぱり着てるとですね、自然なシワが出てくるんですね。まあ、そういったものがちょっとこう清潔感とかけ離れたりだとか、あとはケアするときにめんどくさかったりすることもあるので、まあ、シワになりづらいものが特にいいなということで、今回はこちらのグリーンレベルのですね、オープンカラーシャツを選出をしました。サイズ感で言うと、ジャストサイズからちょっとだけ緩さがあるぐらいで、ピタピタじゃないんですね。これサイズ感もですね、結構重要で、ピタピタのタイトなスタイルというのもちょっと肉感が出てしまうので、それも清潔感が漂わないんですね。かといってビッグシルエットすぎても、それもだらしなく見えるという意味では、清潔感からかけ離れてしまうので、ジャストからちょっと緩めのサイズ、これがもう最適解かなと思うんですね。この辺りのサイズ感強いのがやっぱりグリーンレベルなんですよ。あとは色もめちゃくちゃ重要だなと思ってまして、今回は結構カラー展開ある中でライトブルー、これをですねおすすめしたいなと思っています。もうブルーというのは清潔感の象徴なんですね。僕も今回のテーマなのでブルー系のシャツを着ていますが、やっぱりですね、寒色系の色の方が大人の男性が清潔感を漂わせるには最適かなと思うんですね。着るだけで抜群に清潔感も漂うかなと思うので、この色を選んでいただければまず間違いがないかなと思います。こちらの写真の通りですね、コーディネートは簡単で、このブルー系のシャツの下には白 T シャツを着て、さらに清潔感を出すということですね。まあ、ボトムスに関してはネイビーですとかブラックのような濃い色で引き締めるということがすごく重要になってくるかなと思います。こちらのコーディネート、そのままやっていただければ40代50代世代の方
方が夏でもですね、むさ苦しくなく清潔感漂わせることができるかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただければなと思っています。続いて2点目のアイテムなんですが、まあそもそもですね、夏に半袖シャツ着てらんないよと、日中35度超えたらもう T シャツ1枚しか無理だよという方も結構多いかなと思うんですね。まあ、僕自身実際そうなので、まあそこは無理をせずに T シャツというアイテムもですね、皆さんにご紹介したいなと思います。ただ先ほどお伝えした通り、綺麗めなものとカジュアルなものだったら、綺麗めなものの方が圧倒的にですね、清潔感は漂いやすいかなと思うので、T シャツというジャンルは選び方すごく重要かなと思います。じゃあ具体的にどんなものがおすすめかというとですね、こちら今回選んだのはアーバンリサーチドワーズのですね、 UR テックドライタッチ T シャツですね。これは先日ですね、アーバンリサーチさんのですね、プレスルームに行った際にも皆さんにご紹介したものなんですが、まあ実物を見てこれはですね、すごく使いやすいかなと思うんですね。 T シャツというアイテム自体はカジュアルなアイテムなんですけども、この T シャツの中でもきれいめ寄りの T シャツからカジュアル寄りの T シャツと結構バリエーションが豊富なわけなんですね。カジュアル寄りの T シャツというのはどんなものなのかというと、プリントがガツンと入ったものだとか、色がビビッドなものだとか、あとはボーダーの柄がちょっと強めに入っているものだとか、こういったものはかなりカジュアルな路線になるかなと思います。一方で無地のシンプルな T シャツに関しては、この T シャツジャンルの中でも切れ目方向に入るので、まあこういったものを選んでいただければ、40代50代の大人世代の方でも真夏にですね、清潔感を漂わせることができるかなと思います。他にもポイントたくさんあるんですけども、まずは厚みがちょうどいいんですよね。この T シャツの厚みというものにもですね、カジュアルさと綺麗さというところが出るんですね。まあ生地が薄ければ薄いほど下着っぽい、肌着っぽく見えてしまうんですね。まあいわゆるカジュアルな見え方してくるんですけども、生地がちょっと厚くなってくると、ややですね、切れ目方向に触れてくるんですね。まあニット T シャツとかもですね、基本的にはちょっと厚みがあったりだとか、素材感が上品なので綺麗見えするんですが、こちらの UR テックのドライタッチ T シャツに関しても、ちょっと肉厚になっていますので、体のラインを拾わないんですね。薄いとですね、体のラインとかお腹のですね、丸みというのを拾っちゃって清潔感が漂わないんですが、こういった厚みがあるものに関しては割とですね、その心配がないかなと思います。あとサイズ感に関しても、これタイトだとちょっと綺麗めに見えそうなもんなんですけども、先ほどもお伝えした通り体のラインそのまま出てしまうので、程よくゆとりがあった方が体のラインって僕は隠しやすいと思ってるんですね。そしてこちらの T シャツに関しては機能性結構たくさん詰まっていまして、接触冷感機能だとか吸水速乾機能というところがついているので、まあ、汗ダラダラにかいた夏の日であってもちゃんとですね、機能性でカバーできるので、そのあたりにも清潔感をですね、漂わせる要素を感じられるかなと思っています。で、大切なのはカラー展開なんですよね。個人的にですね、結構グレーとか大好きなんですけども、グレーが清潔感漂う色かというと、まあ、濃い色だと、まあ、都会的でシャープなので悪くはないんですが、ちょっと明るめになってくるとやぼったさが出てしまう可能性があるので、爽やかに見せるのであれば僕はホワイトですね。これはまず押したいなと思います。ただ白 T って爽やかに見えるんだけど、なかなか様にならないというようなデメリットもあるんですけども、こちらに関しては生地ちょっと厚めで、サイズ感もボックスシルエット、しかもですねポケット T シャツということで、ちょっとしたアクセントもついてるので、まあ白 T の中では割とですね、退屈に見えないようなディティールになってるかなと思います。まあこういったものを着てもらって、あとは時計だとか、まあちょっとしたバングルぐらいはしてもらったりだとか、まあある程度ですね、持ってあげれば白 T でも素敵に見せることができるかなと思います。まずは清潔感抜群なホワイト、そして先ほども出てきましたブルーですね。こちらはやっぱり清潔感とか清涼感抜群なカラーなので、まあ、こちらを選んであげるのもいいかなと思います。なのでこの2択で清潔感をしっかりと担保していただければ、 T シャツであっても大人の男性が綺麗にですね、見せることができるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、ボトムスに行きたいなと思います。清潔感という考え方で言うと、ボトムスはシルエット、これが重要かなと思います。まあ先ほどからお伝えしている通り、シルエットというのはタイトめからジャストサイズ、そしてルーズなサイズ感、このあたりがですね、まあ代表的かなと思うんですが、清潔感というところで言うと、まあ普通でいいわけですね。あまりにタイトすぎるとやっぱり暑苦しく見えますし、清潔な感じがしないんですね。体のラインを拾ってしまうので。一方でちょっと
とこう旬な雰囲気だとかトレンド感強めに出して太めにしてしまうと、まあおしゃれな人には理解されるんだけども、一般的に見るとちょっとだらしなく見えてしまって、これも清潔感漂わないので、まあジャストサイズが一番使いやすいんですね。まあそういった意味では、まあ大人の男性が選ぶべきシルエットというのはテーパード型、まあこれ一択かなと思うんですね。ですので今回ご紹介したいのはこちらですね。これまたグリーンレベルのものなんですが、リネンライクドビーイージーパンツ、首丈ですね。まあこれもですね、ストレッチが効いていて防シワ加工なんですね。なのでやっぱりこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。シルエットに関しては先ほどもお伝えした通りテーパードの効いたラインですね。このあたりが最も大人世代には清潔感があるような、まあいわゆる普通のボトムスのシルエットになってくるかなと思います。決してトレンド感満載というわけではないんですが、古臭く見えるようなタイト感は全くないので、すごくこのバランスもですね取れてるかなと思います。もも周りには適度なゆとりがありますが、膝から下がスッキリとしてるのでスタイルがよく見えますね。で腰の部分ですね、ここが360度ゴムになっているので着脱もしやすいですし、いろんな体型の方にもハマりやすいんですね。で素材感もですね、ちょっとリネンライクということで夏らしいですね、麻の素材感ですね、ちょっとシャリッとした雰囲気になっていまして、見た目的にも重たくなりすぎないのも僕はバランスがいいかなと思います。そして丈感ですね、これもすごく重要で、裾にクッションがぐしゃっと溜まってるようなボトムスを履いてる方もいらっしゃるんですが、ここがですね最初から首丈になっていてすっきりしてるので、視覚的にもこのあたりもですね清涼感漂うのかなと思います。まあ僕なんかはですね、首丈であっても実際にですね履くと微妙に長かったりして、裾上げをですね 1.5 センチとかしなくちゃいけないんですが、それにしてもですねほとんどの方が裾上げしないで履けるような丈感なので、これはですねすごく清涼感あふれるようなポイントになってくるかなと思っています。で先ほどもお伝えした通り、帽子はですねシワになりづらいというところも含めて僕は清潔感漂いやすいかなと思うんですね。服にシワがついてるとそれだけで清潔感漂わないっていう方が結構女性の中にも多かったですので、物臭な男性ですね、僕を含めて帽子は機能がついてるとすごくありがたいかなと思うので、そのあたりも安心かなと思っています。カラー展開は3色なんですが、モカという色がですね結構個人的には注意が必要かなと思います。ブラウンだとかちょっとこうベージュ煮詰めたようなモカだとかっていうのは清潔感が漂う色かというとちょっとやぼったく見える可能性があるんですね。なのでここは外してですね、上半身が明るい色ですね、ホワイトとかの爽やかな色か、ライトグレーみたいな清涼感溢れる色であれば、ボトムスはブラックとかでも全く問題がないんですね。なのでブラックを選ぶか、まあ、ブラックほどは重たくないですね、ダークグレーですね、これが僕にとっては一押しですね。着こなしが引き締まるんですが、ブラックほどは重たくない、シャープさもちゃんと感じられる、このあたりがすごく使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ一本持っておいていただければなと思っています。先ほどご紹介したブルーのバンドカラーシャツにも抜群に合いますし、白 T だとかブルーの T シャツなんかにもバチッとはまりますので、このテーパード型のリネンライクパンツは清涼感抜群に見えるようなアイテムなので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ボトムスもう一本ご紹介したいなと思います。短パンをご紹介したいところではあるんですが、清潔感漂うかというと、まあ、間違いなく短パンは漂わないかなと思います。すね毛がですね露出するだけでもう暑苦しいし、むさ苦しいし、清潔感とは無縁になりますよね。まあ、僕もですねすね毛がもともと濃いんですよね。なので夏になるとですねすね毛を短く刈り揃えるわけですね。ほぼ見えないぐらいのですねミリ数にして、まあ、ケアをしてるんですが、それであってもですね客観的に自分を見て清潔感抜群かなと思うとですねちょっと疑問が残るんですね。なので外遊びでガンガン楽しむようなアクティブな一日の場合には僕は短パン全然ありだと思います。最低限の清潔感を持ってすね毛の処理をして履いていただければなと思うんですが、ただちょっとこうおしゃれに見せるための清潔感という意味では難しいかなと思うので、まあ、その代わりに挙げたいのが、まあ、僕にとって代名詞的な存在白パンですね。これはもう視覚的にもですね清涼感抜群なので一本は持っておくと便利かなと思います。今回ご紹介したいのはですねこちら、ユニクロのリラックスアンクルジーンズですね。サイズ感に関してはワイドフィットという形になっていますが、ユニクロの言うところのワイドフィットって大したワイドではないんですね。まあいわゆるこうセレクトショップとかもうちょっとドメスティックブランドでいうワイドシルエットというのはドーンと太いので、なかなかですね大人世代には使いづらいんですが、ユニクロのリラックスアンクルジーンズはそこまで太くないので、僕自身も
愛用していますが、これであればですね、大人世代でも使いやすいかなと思います。で、白パンはどんな着こなしに合いやすいのかというと、先ほどご紹介したようなブルー系のシャツと合わせていただいてもいいですし、で、先ほどちょっとお伝えしてなかったんですが、ネイビーの T シャツも実はですね、清潔感漂うアイテムなんですね。色としては濃いんですが、ブラックほど重たくないですし、ちょっと青みが効いてるのですごく使いやすいのと、シャープに引き締まるので、そういった点では清潔に見えやすいんですね。そのネイビーの T シャツと相性がいいのがこちらの白デニムになるんですね。ネイビーとホワイトというのはもう鉄板の組み合わせなので、外しようがないようなですね、色合わせになりますし、上半身が濃い色なんですが、ボトムスが明るいことで重たすぎずバランスが取りやすかったですので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思うんですね。先ほどブラックだとか、あとはダークグレーのボトムスをご紹介しましたが、濃い色のパンツだけではなくて、このような清潔感漂うようなボトムスも1本持っておくと、着こなしの幅も広げられると思いますし、爽やかさをボトムス単体で出すことができるので、これもですね、ユニクロ価格で買えるのであれば、ぜひ1本持っておくと便利かなと思います。僕もですね、白デニム、どういったものが他のブランドでもあるのかなと思って色々と見たんですが、その中でもシルエット細すぎず太すぎずでちょうど良くて、なおかつ白パンということで汚れも気になるかなと思うので、高すぎないことも大事かなと思うんですが、ユニクロのリラックスアンクルジーンズがまさにぴったりかなと思いましたので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元、靴行きたいなと思います。清潔感漂う夏の靴は何が一番いいのかなと、僕の中でもいろいろと考えてみたんですね。夏なので季節感を取り入れて、サンダル、例えばこういったものなんかもですね、いいかなと思ったんですね。ちょっとこうスウェードのレザー調のサンダルなので、清涼感漂いつつ大人っぽさも漂うかなと思ったんですが、やっぱりですね、素肌の見える分量によって清潔感って大きく差が出るかなと思うんです。サンダルだとやっぱりですね、肌の見える分量も多かったですので、清潔感漂うアイテムかというとちょっと疑問が残るかなと思ったんですね。清潔感ということで言うとですね、やっぱり白系のですね、レザースニーカーが最強なんじゃないのかなと思っています。これは季節問わずにやっぱりベースとして持っておくべきアイテムなのかなと思います。今回もですね、いつも通り2足持ってきたんですが、本当にプレーンな形が良ければコンバースのオールスタークップですね、これ以上にですね、シンプルでミニマルなスニーカーはなかなかないかなと思います。高いお金を払えばもっと選択肢はあるんですが、1万円台ですごく使いやすいのはですね、オールスタークップかなと思います。あとはですね、僕はもう少し癖があった方が好きなので、こちらのジャーマントレーナーですね、これは前にもご紹介しましたが、楽天でも買えるやつですね。ジャーマントレーナーって基本的にソールの部分ですね、ここがちょっとライトブラウンみたいな感じの色合いなんですね。それがですね、ミリタリー感が出ていて、やぼったくてかっこいい味になるっちゃ味になるんですけども、逆を言えば清潔感は漂わないんですよね。そういったこうアースカラーだとかブラウンだとかカーキみたいなのというのは、ちょっとクロート感あふれるようなダサかっこよさというところなので、そういったものは排除した方がクリーンに見えやすいですね。なのでこのジャーマントレーナーの中でも、ちゃんとこのソールがホワイトのものの方が清潔感は漂いやすいかなと思います。こちらのオールスタークップに比べると、パーツ使いですね、もうつるんとしたシンプルなアッパンのデザインではなくて、こちらに関してはこの先端のつま先部分ですね、スウェードのパーツが付けられたりだとか、色もですね、ちょっとライトグレーぐらいで少し変化が取り入れられているので、シンプルになりすぎないんですよね。なので僕はこのジャーマントレーナー結構おすすめかなと思うので、このあたりで清潔感を取り入れていただけると、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。先ほどご紹介していたブラック系のパンツだとか、あとはダークグレーのパンツなんかにもあります。ただ唯一白パンにはちょっと相性が良くないので、もし白パン履くのであれば、ブラック系のレザースニーカーだとか、このあたりを代用していただくといいんじゃないのかなと思います。いずれにしろスニーカーというカジュアルなジャンルの中では最も綺麗めに映るですね、こういった白系のレザースニーカーは特に夏場ですね、できればサンダルとか履きたいところではあるんですが、清潔感漂う着こなしの場合にはですね、このあたりがあるとまず間違いがないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代50代の大人の男性に送るですね、清潔感抜群な夏服5選というテーマでお届けをさせていただきました。いくつか共通するですね、項目があるかなと思うんですが、アイテム自体はちょっとだけ綺麗さをですね、意識したものですね、このあたりを選んでいます。ただですね、夏服っていうのはどうしてもカジュアルな T シャツだとか、そのあたりも使うので、その T シャツのジャンルの中で綺麗なものというのを選んでいただければ、問題なくですね、
一定の小綺麗さは出せるかなと思います。あとは色選びですよね。爽やかに見えるようなブルー系だとかホワイト系、このあたりを選んだりだとか、あとはシャープに見せるためにブラックだとかダークグレーですね。このようなメリハリを効かせてあげればすごくですね、清潔感は漂いやすいかなと思うので、このあたりを選出をしています。またもう一つですね、結構大事だったのが、小綺麗に見せるためにはシワ感ですね、これを排除した方がいいかなということで、今回はちょっと防シワの機能がついているものもいくつか選出をしてあるので、このあたりさえ押さえていただければ結構ですね、小綺麗で清潔感漂う着こなしができるんじゃないのかなと思っています。僕自身もですね、実際今回は動画を撮りながらですね、反省する部分が多かったですね。普段の僕はですね、結構短パンもよく履くし、まあやぼったく見えるようなオリーブだとかベージュだとかよく着るんですね。そう考えるとそんなに清潔に見えないなというところは反省をしたりしたんですが、まあそういったちょっとやぼったく見える色を使ったとしても、ボトムスをですね、白パン持ってくると意外に爽やかに見えたりするので、まあ使い方次第だったりするんですが、まあぜひ今回ご紹介したですね、キーになるような清潔感アイテムをうまく使いながらですね、皆さんも夏の着こなし、清潔感と清涼感を漂わせながら楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツーム系の専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものを毎日投稿をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。